よいしょ。再開しよう。あ、肉焼くか。いろいろね。虫がやばすぎてね。虫やばすぎた、ね。蚊取り線香2つと虫除けスプレーをして、もうフル装備の状態で、うん。フル装備と言いつつ、もう肌を露出しているアホ。そう。でもう真っ暗になっちゃったしね。真っ暗、めちゃくちゃ真っ暗から、うちらの顔もまあほぼ見えてないかもしれんけど、うん、それは知りません。ちょっと何も、携帯で撮ってるので。ね。頑張ってる方だと思います。本当だよ。コーラ飲みたい。まあ、コーラ、やめようって言ったのに。コーラ、こういう時、取っといたり。コーラ飲みたいよなぁ。コーラ飲みたい。ね。もうコーラなかったもんね、ここ。なかったの。そうなの。で、近くにちょっとコンビニもないから、まあ、うちら出てないし。そうね。暑い！来たら来たら暑いのに。そう。お腹に巻いたもん、たぶん、みたいな。うし、お腹が出るから、うし、お腹が出るからね、うん、食べたら出るんだよ、当たり前よ、ごめんね、出ちゃうんだ、人間だから、ね、食べたら出るよ、もう多分気持ちいっぱいじゃん絶対、もう気持ちいっぱいのさ食べ息だったよ今の、うん、そんなこと何もないよ、うん、おいしい、うん、米でいくんよ、うん、焼肉も私白米あれば結構食べれるんでね、うん、なんか焼肉ね、最近焼肉がもう胸焼けで、うん、なんかお腹いっぱいで食べれないんじゃなくて、うん、胸焼けで食べれなくない？それはめっちゃわかる。もともと私も胃腸強くないからさ、うん、結構肉の油で胃もたれするな。だよね、うん、マジで私も胃腸弱いぼすぎるから、なんか多分さっきの豚肉が結構来てる気がする美味しかったんだけどね美味しかったんだけどね、あれ結構来てる気がする。わかる、多分あれだよ絶対。わあ、あ、担当野菜、担当しないしないに水分がなくて、もうお、もうちぎれそうになってるもん、うん、担当野菜が、ごめんなあれ担当ホルモン、ね、担当ホルモンはちょっとね、まだまだ熟成してるまだまだ熟成させてる、落ちちゃうんじゃないこれ穴からまだ熟成させてるから、まあちょっともうちょいかなっていうのは、そうなんだ、うん、長いね熟成、そう熟成はやっぱちょっと長めにねしといた方がいいから、こだわり、こだわり、うーん、ホルモンのこだわり、食べないよね、うん、いいやこれで、これでいいね、うん、ありがとう、焼いてくれました一本担当野菜なんだ、担当野菜だね、最後までちゃんと責任を持って、責任を持って、ありがとうございます、腹いっぱいだ ね言っちゃったね、腹いっぱいだね、腹いっぱいだね、ちなみにさ、うん、すぐお腹いっぱいになってすぐお腹空くから、そう、のんびり食べる、ちょこちょこ食べなんだよね、うん、一気にガーっていうのマジ苦手だよね、なんかその辺が合ってるからずっとだってね、ご飯放置したら怒る人いるもんね、いるね、もう食べないのみたいな、うん、食べるもんね、食べる、うん、冷え冷えの冷え冷えの全然食べる、食べるんだよね、のんびり食べるからね、まあ、時間に追われてたりしたらなんかもわかるけど、追われてないだからいいよねっていう、うん、でもなんかその辺のさ、うん、時間の使い方の価値観とかさ、うん、お金の使い方もそうだけど、うん、あとタイミング、休みのタイミング、確かに合わないと多分続かないよね友達関係って、うん、友達関係、あ、はい、ありがとう、
その辺が合うからずっと仲いいっていうのがあると思う。確かにね、大事だよね、マジで、うん、ハマる感じっていうのが、うん、マジで合わない人合わないからな、私特に、うん、分かりやすいんだよね、私。あと衛生観念とかじゃない、みゆちゃんは潔癖だったら。まあね、そんな大して今潔癖じゃないけど手で食ってたしさっき、うん、まあでもその最低限の、でもさ潔癖ってさ、なんだろう、レベルがあるから、なんだろう、やっぱ私の中では絶対にそこは許せないという部分もあるし、うん、でもこの仕事始めてなんかそこまでかもしれないけど、ちょっとはマシになってるかな、うん、っていう。それは、うん、だってさ、うん、手洗いすぎて手切れたりとかしてたから。まあそっか、擦り切れて乾燥で。本当に確かにな。そう、なんかね、すぐ手洗いたくなっちゃうんだよね、うん、気にはなるね、うん。あとちょうどさ、だからさ、コロナ、うん、コロナ禍の時、コロナ流行り始めてすぐの時は、うん、もう狂ったようにさ消毒液使ってたもん。なるほどね。それまで手切れてたんだよね、うん、あれ乾燥するじゃん、うん、そう。今はさすがに消毒液持ち歩かないけど、ウェットティッシュ持ち歩かないくらいかな、うん、そうね、うん、手は確かにね、乾燥すごいから、ってもともと私も乾燥しやすいからな。あ、女の子は結構乾燥肌の人が多いのかね、うん、で顔は最してなんだけどな。顔は私混合肌かな。私も混合だから、めっちゃめんどくさ くさい。おでこは皮脂すごいけどみたいな。そうそう、めっちゃめんどくさい。ほっぺはカピカピみたいな一番めんどくさいよね、うん、でももう使い分けるとかもしてないから、V とかで私逆に鼻が乾燥したりするの。あ、そうなの、うん、めんどくさいね、それは。めんどくさいの。でも化粧、鼻落ちないからいいじゃん、うん、そうなのよね。だからその何、仕事とかでも顔めっちゃ汗かくけど、鼻かかない、鼻とかかかないから崩れないの、あんまり。私は化粧崩れないの。崩れないんだ、汗かかないから、ね、そう、なんか顔に汗かかないんだよね、私あんまり。顔に汗かいてきたら相当やばいみたいな。まあ、デコにはかくんだけど、ちょっと。でも、ダラダラとかでもないし、メイクが崩れるほど、そんなにかもしんない。なるほど。体の方が、なんか背中とか、なんか分かりづらいとかに書いたりするかも。でも背中は分かるかも。だから座ってて、この太ももの裏とか、一番嫌な。一番嫌なやつね。背面なんかな、私は。だから。うん、後ろ背面。背面かきやすいっていう説はある。私はめちゃくちゃ汗かく。もういいことだよね、汗かくって。うん、そうだね。でも化粧崩れない汗かくだったらめっちゃいいやん。うん、だから、すっごいシャワー浴びたぐらい。本当にすんごい汗かくの。それはでもみんな嬉しいだろうね。うん、でさ見てる人、結構ね、そのレビューとかで、うん、なんかこれは嘘だみたいな、なんか霧吹きだみたいな、嘘だみたいな言われるんだけど、全然自分で書いてる汗だから、すげえ。なんかそれは、じゃああんまり霧吹き使わない、使わない、使わないとか言って私が使ってみたいな。いや、まあまあ、そう、そういう表現方法もあるけど、私は基本使わないから。なるほどね。でも、ちなみに霧吹き、そんな私さ、汗だく検索にやったことないから、ないんだよね。私は、なんか何もしない。ハケビチャビチャとかもないもん、だって。あ、ほんと？ない。テカったりとかも、私先月の撮影で初めてオイル塗りたくられて、ハケ取った。あ、ほんとに？めっちゃ剃って。あ、そうね。そうそうそう、言ってたね。腰が痛かった。純剃り。純剃りした。純剃りをしたっていう。純剃り、もう腰90度ぐらい。腰、ほんとにね。純ちゃんのパケはね、反りが多いから。純ちゃんのパケは反りが多いから。貧乳は反れって言うからね。貧乳は反れって言うから。貧乳は丸々れって言うから。確かに。確かに。でもあなたね、あのね、貧乳貧乳言うけれども、うん、貧乳の私から言わせていただくと、貧乳じゃないという説でね。こうやったら赤パンされるのかな。人の YouTube も。困るか。モザイクかかるから。モザイクここ。そう。ここに全部。うちら言うてね、ポンポンって感じだから。うん。そうなんだよ。何？どこいる？何がいる？わさび。あら、コオロギじゃん。食べて、じゃん。え？ちょっと待って。
違う違う、多分飛ぶよ、めっちゃ。ちょっと待って。いや、乙女の部分出ちゃうな。かっけ、ひー、コオロギやから大丈夫。コオロギ食べてなかった？食べた。でも生きてるとダメなんだ、やっぱ。いや最近もう虫無理。虫食べるの？食べない。うん、食べない。あれは一時の気の迷い。気の迷いで虫食うのやばいだね。気の迷いだから、うん、なんかそのあの一時のその気の迷いの時に、うん、なんか YouTube の企画で、うん、虫食べたりとかどうですかとか言ってね、提案したことがあったんだけど、うん、気の迷いすぎるらしい。あのね、そうで、いざこう今度これ撮ろうみたいな言われて、うん、あ、ちょっとちょっと、あ、でも今じゃないんじゃないですかね、なるほどね、ごまかしてたんだけど、すいません。本当はもうちょっと虫のターンじゃなくなりました、うん、虫の波が終わりました。波があるからね。人には波がある、人には波があるからね。流行りの波っていうのがね。でも結構最近ね、サソリとかさ、カブトムシとか結構悪くない、食べるやつ。サソリはあったと思う。サソリはなんかね、なんか味わっちゃいけないんだって、あれマジで薬だと思って食べた方がいいらしい。サソリとかクモとかって、うん、マジでやばいらしいよ。食べる気にならんもんだって。だってタランチュラとかもさ、あれじゃん、食べれるじゃん。おかしくない？だって本来毒あるんだよ、うん、サソリもタランチュラも、うん、タランチュラなんか煙草皿だしね。うん、だったらまだ私何、セミ、セミ、私セミの方がダメだわ。の幼虫、美味しいらしい。セミの幼虫って何？あの下に土に埋まってるあれってこと？とかなんかあの白っぽい、土に埋まってて、土から出てきたところのやつみたいな、まだ白い状態みたいな。とかでもそっち系の幼虫系のが多分食べるんじゃない？ハチの子とか。あ、ね。ね、あれはなんか美味しい。中国で食べられてんだっけ？多分普通に日本でも食べてる人いると思う。あの、普通に炒めて、バター醤油とかで炒めて。ハチの子。うん。ハチの子。そう。あれとかは食べる人いるんじゃないかな。へぇー。へぇー。でも、私は食べたことないな。蜂の巣はめっちゃできてたよ、実家。やっぱすっごいできてた。怖いね。なんかね、刺されたことある？私はない。おじいちゃんがね、めっちゃ刺されてた。うん、けど生きてたからすごいなって。すごいね。なんか何回刺されるってダメみたいなあるよね。セミの種類か。セミじゃないよ。セミから離れるわ。セミから行かない。うん、そう、蜂、まあでもなんだろうな、やっぱその人によるんじゃない、体勢とか。なんか2回刺されると死ぬみたいなのあるよね。そう、アナフィラキシーでね。なんだっけ、おじいちゃん全然結構刺されてたのにさ、うーん、生きてたから怖いなって思ってた、ずっと。そんなこと言わないでしょ。え、なんで生きてんだろうって思ってたの。すっごい、もうすんごい数の刺されてて、5、6箇所刺されてたのに。怖っ。でもなんか今はさ、刺されたらこうやって吸うやつがあるじゃん。うん、ある。てか YouTuber の人とかさ、わざとこう刺されてみたみたいな人いるじゃん。怖いよね。あれすごいなって思う。体張ってるなって。うん、ちょっと自ら痛い思いはできないよね。あれすごいあれすごいと思う、ね、そこまで体張れないわ私、うん、まあ嫌だけど普通に。いろんなに刺されてみたみたいな、しているじゃん。すごいよね。あれすごいよね。大丈夫？あ、なんか、か？ブワーってちょっと出てきたかもしれん。あー、アレルギーかな。そう、日光の。日光ちょっと当たったからね、今日。そう、ね。うちら、あれ、アレルギーだから。だからうちら白いんだけどね。純粋なアレルギーだからね。そうそうそう。なんか日に当たると結構内出血っぽくなっちゃったりするんですよね。私は湿疹が出るね。めちゃくちゃ。白いよね。確かに。白い。私より全然白いよ。まあ、黒着てるのもあるけど、うん、余計マジで。マジで白い。一番白い。出会った人の中で。よっしゃ。だっていないもん。
まあ、いないよね。友達もいないし。まずね。まず、母数が少ない。そうなんでね。うん。悲しいね。私もそうなんだよね。うん、でも、出会った中でみゆちゃんが一番白い。ほんとに。私、焼きつったけどね。まあ、仕事とかで出ると。ね、ちょっとしょうがないよね。仕事があるからね。どうしてもね、焼けちゃうよね。そう。今日だってアメッサ塗ってんのに。めっちゃ塗ったよね。うん。塗りたくったよ。うん、飲み薬まで飲んだ。おかしいなぁ。おかしい。ビタミン足りない。3ピンちゃん飲まなきゃ。うん。ビタミン。ビタミン取らない。30分に1回は飲まないと。うん。ビタミンは。飲んでねえな。もう2時間ぐらい飲んでない。2時間ぐらい飲んでねえ。全然飲んでない。ビタミン剤 OD しないと。ね。大事だから。大事。みんなもビタミン取りなよ。ね。ビタミンは取った方がいい。うん、取った方がいい。大事だな。めっちゃドリップが出ちゃってる。すごいね。仕方ないわ。汁は。まあ、食えたらいい。うん。バーベキューってそういうもんだし、うん、なんかさ、うん、玉ねぎの上で虫がくたばってるのよな。やっぱ玉ねぎってダメなんかな。まあ、猫ダメだしね。猫ダメだもんね。シンプルに足とかじゃない。あ、ダンツってそういうこと。玉ねぎちゃんはちょっと焼くのやめようか。うん、私食べないしな、玉ねぎは。うん、玉ねぎデロンデロンにしないと。そうそうそう、私もそうなんだよ。生の玉ねぎって食べれないんだよ。やばいよね。オニオンスライスがギリ、あの、辛みとか味がない、もう水に浸し切って、もうそういう成分がなくなったとなら食べれるんだけど、基本的にはネギもそうだし、そうだよね。火通ってクタクタの方が食べれるな。めっちゃわかる。うん。とかもうほんとスープとかにぶち込まれてるやつは全然いけんだけど、そうそう、火がもう通ってるからね、うん、あともう茶色くなるぐらいの、うん、バイケンだけど炒めてる、そう、あれぐらいサラダに入ってるのきつくない？きついな。ものによるしね、あと、うん、グラッてなる。だからちょっとこうペペって言われて私全部取り除くもん。パプリカも取り除く。パプリカも苦手な。あ、そうか、うん、でもね、ピーマンは好きだよ。なんで？ピーマンの方がいいじゃん。ピーマンも美味しいけど、パプリカ苦手なんだ。パプリカなんかちょっと甘くない？ああ、まあ確かにね。それが気持ち悪くて。うーん、お前はピーマンになれよ、みたいな感じ。でもピーマンもさ、ずっと熟してると真っ赤になるからね。やだ。パプリカみたいな色になる。やだ。こうなると苦味成分がなくなるのかな。甘くなっちゃうってこと？だったと思うけど。ピーマンは苦いから美味しいんじゃん。あの苦味というか青臭さがあるからっていうのがある。ありがとうございますよ。ピーマンの肉詰め好きだな。美味しいよね、あれ。うん、私もよく作ってたな。すげえ、作ったことねえ。そうだった。人に作ってもらう。そうなんだった。友達に作ってもらう。お母さんに作ってもらう。え、人生でさ、うん、得意な料理って何？味噌汁。汁以外でにしよう。鍋以外でにしよう。固形物にしよう。固形物だけど全部。卵焼き。おお、卵焼きできたら大丈夫ですよ。あの四角いやつしかダメだけど。四角いやつ。四角いフライパンでしか作れない。あ、はい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 。あれのね、これね。あの卵焼き器。うん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 。あ、でもそれできるならいいんじゃない？うん。料理できたと言っても過言ではないと思う。過言じゃない？過言。ボン消えたな。ワイもそう思うで、うん、コオロギが飛んできた。消えちゃった。もうガスない？ガスなしこかなぁ。それ、うん、そうだね、火も弱くない。油あったんだ。そう、それ油油。知らんかったで。知らんかった。知らんかった。でもあの引いてくれてたから大丈夫だと思う。うん、事前に。あ、ほら、うん、南の方に来るとはね、一緒にね、来ないと思ってた、うちらね。絶対仕事以外では来ないと思ってたよね。北海道とかなんか行くかと思ってた。うん、あ、でも北海道行きたいね。行きたい。普通に行きたい。普通に行きたい。北海道は2泊ないと無理だよね。1泊はきつい。
2泊でもきついかも結構、でもなんか何食べたいかとか何行きたいかにもよる、広いから、だから多分前私1泊で行ったのかな、無理だよ、めっちゃきつかった、もうねめっちゃ詰め込んだよ食べ物、そうなるよね、私ジンギスカン味噌ラーメン海鮮、あとなんかもう1個食べたの、あと何個も食べた、寿司とかも食べたし、胃がパンパンだずっとそれあれだね、北海道旅行って絶対グルメ旅になるじゃん、うん、マジでさ仕事その後あったら死ぬからちょっと落ち着いた時じゃないと、ちょっと休みがね長めでないとね、うん、無理かもお互い、うん、うん、でも味噌ラーメン美味しかった、うん、味噌ラーメン、そっか味噌だもんな、うん、ラーメン食べたいね、ラーメン食べたい、ラーメンとコーラを摂取したいっす、うん、私今食べたいな、そう汁が、そうそうなんです、今日の朝ごはんの汁今飲みたい、うん、あら美味しかったな、うん、かった、あの汁しいたけ食べたい、はい、鼻がかゆい、さっきからでもこじってるわけじゃないんですよ、ちゃんとかゆいから、ね、これの方が横ですね、かゆいだけだから、じゃあ言っとかないと、もうすごい使われないかもしれないけど、うん、めっちゃ撮ってるからね、一応ね1時間半ぐらいバーベキューだけ1時間半撮ってる、もうこれ垂れ流しでみんな聞いてくれるか、まあ、カットされるかわからないけど、ね、まあ、変な間はカットされてるかもしれない、ね、あと話つまんないとこカットされてる、話は全部つまんないよ、正直、つまんないよね、うん、黙ってるよりつまんないよね、うん、でもずっと喋ってるっていう、そうそうそう、おあ、ガワ ここに当たった気がする、うん、いたよ、ガワ虫はね、なんかもうある程度の虫ではギャーギャー言わないかもしれない、私は見てる分には平気なんだけどね、でもね、ちょっと近くにいるとってなる、すっごいでかいがとかは無理よやっぱえ、今大丈夫って言ってなかったっけ、大丈夫、自分に来る場合は無理なんだ、無理なんだ、だから順に止まってても、お、虫だよ私は見たらってなるんだね、そうだよ、でもし、でもこのぐらいの側とかやさ普通に行ったから、私もでもキャンプ行ってた時にはちょっといたな、花火すると寄ってくんだよね、あーそうね、明かりにね、あのシューっていうタイプとパーンっていうタイプとどっちもあるじゃん、うん、床に置いてシャーって出るタイプと、うん、あれめっちゃやってくるよね、怖いよね、でも全然実家打ち上げ系もやってたよ、ちっちゃい打ち上げのやつ、あーそうそう、私もやってたかも、あれ懐かしいな、でも絶対今やったら本当にめちゃめちゃクレーム入るやろな、東京だとね、場所がね、うん、むずいね、むずいね、危ないよね、うん、どこでやるって、あれ好きだとバチバチするやつ、なんかこういうやつ、爆竹みたいなやつ、うん、バチバチするやつ、違う、全部するんよジャーじゃなくてパチ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 って、なんかパチパチ、なんだろう、なんかあの紙じゃないやつ、はいはいはい、あのこういうあの塗ってあるやつ、そう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 、塗ってあるやつ、なんか蛍光がめっちゃ塗ってあるやつね、っていうあのでかい線香花火みたいなやつでしょ、みたいなやつ、あれめっちゃ可愛くて好きだった、あの灰がこうなるやつでしょ、そう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 、あれめっちゃ可愛いよね、あれ可愛いね、あれ好きだね、推し花火です、推し花火、あれです、うん、でも線香花火やりたいな、なんか夏の終わりって感じするじゃん、あ、いいよやってないけど一緒にやろうや線香花火か、一緒にやってくれない、止まってらんないからさ、あ、これ、うん、なんかさすぐ落ちんだよね、なんかやだ私とは好みが合いません、うん、線香花火好きだよ、うん、でもあの線香花火みたいな感じのでかいやつがあるからあれはいい、そっちの方がね可愛い、いいよね、うん、でかいし普通に切れないしね、そうそうそう、途中で落ちない、振り回せるのもだって、私振り回せる花火の方が好きかも、振り回す、あ、こういうことね、イエーイ、めっちゃパリピじゃん、こうや
って。で、私小さい時、小さい時はやってたよ。うん。ちょっと大人になってから花火に虫が寄ってくるからやってない。そうだね。まずできるとこが少なくない？大人というかもし、中学。そうね。マジで全然やってない。そんぐらいかもされた。だってできるとこ自体が少ないもん、多分。本当もう仕事で花火やるって感じかも。なるほどね。それこそ、宮古島で花火やったかも。何？なんか最初の写真集の時は普通の花火。いやー、あ、手持ちみたいな。こうや、こうやってやった気がする。うん、なんかね、いいな。そう、制服着て花火やったのめっちゃエモくない？すごい。私のできなかったことをやってるし。やりたかったね、それ。俺の青春。うん、精神を大人で取り戻して。やらせてもらって、うん。そう。最初なんか、浴衣着て花火かなって言ってたんだけど。でもそっちの方がエモくねってなって、それになったんだよ。確か。も最初の写真集の時。待って、見たかもそれ。もらったわ、私も。写真集。あ、あった？うん。あれでしょ？棒ネクタイの。あ、そう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 。棒ネクタイっていうのかな。リボン、リボン、ひもリボンの、ひもリボン。そう、あれエモいな。あれ可愛かったな。ちょっとなんかね、幼いよねあれね、うん、あれ可愛い。みおちゃんの写真集をね全部持ってるからね。じゅんちゃんのもください。はい、じゅんちゃんのもください。じゅんちゃんのも渡しますよ。じゅんちゃん、じゅんちゃんね、やっとこういう分厚いのが出たから、うん、今までは冊子系のが多かったから。ください、あげます。やります、うん、それこそね、それは奄美かな。奄美、うん、まあでももしかするとこの動画出る頃には、うん、出てんじゃないの。あ、でももう書店には置いてあるんじゃない。あ、もう発売してるのか。うん、この前ね、イベントがあって、お渡し会。あ、じゃあそっかそっかそっか。だから全国のどっかに。あれって全国で売られるのかな、わかんないんだけど。全国だと思うけど、あ、でもあのお店に売り切りだと思うな。うん、基本的に秋葉とかに置いたんじゃない？あ、でもそうだろうね。とか、そういう写真集とかいっぱい置いてあるお店とかだったら売ってるかも。うん、ね。お店で要チェックです。結局だ、結局とか言ってたけど、なんか南部限定とかでしょ、多分。写真集。そうね。3000部？うん。そんな履けないと思うけど。履けるやん。買ってください。ここにリンクを。人の YouTube で。ここにリンクを置いておくので、Amazon とかで買ってくださいね。よろしくお願いしますね。よろしくお願いします。人の YouTube で。買ってくれるきっと。ここ買ってないと思うの。いや、本当に泣いちゃうかも。泣いちゃう。全然、あの、殴るかも。編集したやつ。うん、つって。お肉、米うまい。お牛肉。うん。今後どうしていきたいとかある？でも私の目標っていうか、うん、私は続けることが目標だから、うん、まあ、これでも今まで言ったことないんだけど、5年は続けたいっていう目標があって、うん、まあ特になんか意味はないんだけど、うん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 、5年続けられるってすごいことだなって私は思うから、うん、とりあえず5年はやっていきたいです、うん、それまでは5年まではただがむしゃらに頑張りたいなって思っております。いいんじゃないですか。だって今10月で2年、うん、3年目に入るんだね。早いな。早いんだね。あら、早いね。うん、じゅんちゃんは何かあんの、目標とか。私そんな明確なものはないかな。うん、目標ないな。なんかぼんやり生きていきたいなっていうぐらいしかなくて、人生。なんか正直もうぼんやりしてたらここまで来ちゃったわけで、うん、何も考えてなかった。まあ何も考えてないことはないけど、うん、だいぶ考えてこの業界を入ったけど、正直。まあでも何者かになりたいかって言われはないし。なんだろうな。まあでもそれがないからこそ、あんまり自分の成長を妨げてる部分はあると思うんだよね。明確な目標がないからこそ。
私も明確なものはないよ。難しくない？難しい。だってさ、まあ、正直分からん状態で、はい、なんかなんだろう、うん、まあ、無知じゃないけど、うん、それなりに調べてみても、やってみなきゃ分からないことってめちゃくちゃあるじゃん。うん、だからね。だから本当に気づいたらここまで来てたっていうのはめちゃくちゃ分かる。うん、気づいたらここまで来てたから、うん。なんか目の前のことで割と精一杯だよね。そう。先のことを考えるっていうのが。一つ一つで精一杯だから。うん、正直先のことを考えるっていうのがあんまりなかったね。だから特にうちらってコロナ禍デビューじゃん。そうだね、うん、だからやっぱ最初の1年とかは全然イベントなかったし。確かにね、うんうん、全然なかったしね。なんか台湾とか行けたのもいい思い出だなとは思う。それを目標な人もいたわけじゃん、要するに。確かにね、ありがたいことでもあるなと、うん、思ってはいるけど、今後どうしたいかって言われると難しいの。普通に生きていきたい、ね、猫ちゃんと穏やかに、うん、のんびりのんびり、何も考えたくないね。のんびり生きていきたい。そうだね。そうじゃない、なんか穏やかに生きていければそれでいいかなって感じ。うん、確かにな。こんな髪も赤くしてイメチェンしちゃったけど、またキシキシーもエンスに作ったけど、キシキシですわ。マジで可愛い赤赤ね、イメチェン。次何色にしよっかな。でも赤ね、割と気に入ってるんだよね。赤似合うもんね、うん、でもはっきりした色似合うの本当に羨ましいわ。赤割と好きだわ。でも何系が似合うかな。うん、ニオちゃんは明るいイメージないもんね。したら、うん、もうバチクソ怒られますからね。私マジでやばいと思うよ。通報、そうだね、追放。それぐらい怒られるね。うん、そうなんですよね。ハイトーンで金髪とかにしてみな。髪切るのすら今止められてるから。厳しいね。ちょっと切っちゃったけど、10センチぐらい。それぐらいならまあ、欲求にボブとかにしたら怒られるってことでしょ。でもね、ボブにしたいってもう1年以上言ってんだよね。でも無理だと思う、多分。うん、まあ、ボブの女の子が多いっていうのも確かだし、まあ確かにね、まあ髪長い方がアレンジできるから、うん、いいなって思いますけれども、はい。色もそんなね、変わってないもんね。ちょっと同じ感じかもな、うん、もはやデビューが一番明るかったまである。明るかったよね。うん。そう。あれもちょっと明るいってね、そう言われてさ、うん、撮影の時とかに。あれでも明るいんだもんね。そう、どんどん暗くなっちゃうから。そうね、真っ黒とかだったもんね。一時期真っ黒。一時期真っ黒だったよね。そう。そうだね。ちょうど出会った時ぐらい真っ黒だった。うん、真っ黒だった。真っ黒にして、ちょっと茶色にしての繰り返しかも、私。なんかね、そう。黒をやって、あ、似合わないなって思うのよ。うん、まあ、私あんま黒髪、なんか真っ黒の髪が似合わなすぎて、うん、で、あ、しばらく黒髪やらんどこうと思って茶色にするの。うんうん、で、忘れた頃に、あ、そろそろ黒髪やろうかな、みたいな。もう忘れてるのよ、私。黒が似合わなかったし、やめようっていうのを忘れてるわけ。だから、あの、懲りずに。だから、これのちょっと前も黒くて、うんうん、もう似合わなくて、しかも前髪も分厚くしすぎて、そう、ちょっとね、やっちまったんですよね。あれ面白かったな。でも、おバカちゃんだった。髪はね、難しいよね。だいぶ変わるもんね、うん、印象。確かに。マジで変わる。うん。だって、たま、私、もともと結構赤髪だったんだけど、デビューなので。デビューで暗くしたから、久々の。去年の夏も赤かったけどね。うん、赤かった。うん。これよりは多分。もうちょいブラウン入ってたんかな？もうちょいブラウンよりの暗めな赤だったけど、
普通の茶色が想像できないんだよね、私。そう。私、それやったことない。茶色やったことない、全然。黒か、多分赤かぐらいしかないと思う。茶色マジ似合わない。黒か赤か。そう。黒か赤か、どっちか、だと思う。黒と赤似合うってめちゃくちゃいいよね。うん、黒はもう役柄で黒くしたからさ。ああ。普通の、実写のやつで。あの、これ大丈夫か。そう。なぜか、多分この、うちのメーカーで多分つけてる人って初なんじゃないかというぐらいの。確かに。そう。S1 さんで。はい。初めてじゃないかな。わかんない。そういう作品あるかもしれないけど。ね。なんでと思ったけどね。まあ、いい経験をさせていただいたのでいいけどね。楽しそうでも。うん。楽しいよ、自分になんかよくわかんないものついてるの。よくわかんないから。俺に、がついたら。そう。だって、そそりだっ。そう。紫色のね。紫色。かわいいじゃん。そう、かわいいのよ。紫色の。でもさ、そいつ触ったとしてもさ、全くさ、感覚はこっちに来るわけじゃないから。まあ、そうだね。うん。そっか。なんか、そう。ただついてるだけなんだよ、棒が。もったいないね。うん。もったいないって何？なんか、感度とかが、あるタイプのやつとか、感度搭載型感度搭載型の紫色のもの棒があればねいいんだけど、そういうわけにはいかないからね。まだまだなんか、ね、まだそこまでね追いついてないと思う。うん、でもすごいバーチャル女優がね。そうね。そう、あれびっくりした、ね、すごいよね。それはどうなんだ。もうでもどうなの実際。みんなどうなんだろうね。わかんない。まあでも、結局はさ、プログラミングになるわけじゃん。喋り方とかも。確かに。かそういうのを踏まえてみると、興奮しなくなっちゃうのかもね。そうだな。なんかもう、情報なしの状態で見れば、うん、あーって感じだけど、だから脳みそを溶かして見るって感じなんじゃない、うん、余計なこと考えると、多分興奮できなさそうだよね。そうね。だって、あの子はこのアニメが好きだなとか全然ないわけじゃん、要するに。まあ、設定はあるかもしれないけどさ。どうなんだろうね。わかんない。でもなんか、どういう形が興奮するかによるんじゃない。まあ、この耳にもよるのかな。なんか普段の様子を知っているからこそ、より興奮するっていうのも一つの楽しみ方だけど、まあだってそりゃ初めては知らない状態で多分見ると思うし、まあ、女の子のこと、うん、デビューとか特に何も分からない状態で見るわけだから、うん、でそこからこう情報がたくさん追加された上でっていう好きになるわけじゃん。どうなるかだよね。なんかそれを知ってしまって抜けなくなるっていう場合もあるし、うん、知ったからこそより興奮するっていうのもあるから、そういう人がファンとして残ってるってわけじゃん。要するに、いろんなことを知った上で好きっていう人も残ってるわけじゃない。面白いね、なんかね、うん。だからそういうのが一切ない状態じゃん。うん、AI バーチャル女優っていうのは、ね。考える余地がないよ。どんな子なんだとかじゃないもんね。どんな子なんだとかじゃないから。綺麗だな。綺麗だな、つって。おっぱいがあるな、つって。そういう。スケベだな。スケベだな。スケベだな、スケベ。スケベだなぁ、感じね。感じでスケベだなぁ、という感じなんじゃないかな。でも実際どうかわかんない。めちゃくちゃすごい興奮するかもしれないし。確かに。まあ、二次元に興奮する人だったら、じゃない。なんか、最初は多分それだけど、今後、もっとリアルになってきたら、もう見境がわかんなくなってくると思うし。それは悲しいでございますよ。イベントとかは難しいかもしれないけどさ。確かに。喋んなきゃいけないし。いやでもさ、普通に喋る AI あるもんな。ね。あの、道案内とかの AI とかあるし。確かに。すごいよね。そうなると、そうなったらもう、うちらいらないやん。いらないね。いらないね。いらなくなっちゃうね。悲しい。まあでも、それでもなおついてきてくれる人を大事にすればいいんだよ。確かに。すごい時代になってきたよ。本当に。すごいね、うん。びっくりしたわ。そんなことないよ。びっくりしたね。でも、やっぱ、いいんじゃない？やっぱ二次元でしか興奮できない人いるわけだから、まあ、そういう人向けなんじゃない、ね、うん。多分そういう。マイクはあるんですかね気になる。マイクはあるんじゃない？あるんかな？
さすがに。だって二次元でもモザイクあるやん。確かに。ああいう、こういう二次元。あの棒ね。棒。黒いの、ね。でもそういうのじゃないとは思うけど、多分普通に ぼかしとかだと思うけど。普通にモザイクになるのかね。てかその、男性側の方もバーチャルなのかな、そういうのって。どうなんだろう、確かに。難しくない？でもさ、逆に男性側本物だったらどうやってやるんだろうね。わかんない。何に出し入れしてるんだろう。確かに。撮ってるとき。撮ってるときね。でもさ、ほら、VTuber とかはさ、実際に動いてるやつに、あ、そうだね。顔をつけてるじゃん。確かに。ってことは、実際動いてるのかもしんないね。どっちも。面白いね。面白い。なんか、聞いてみよう。つけて。聞いてみよう。聞いてみるしかない。あれどうやって撮ってるんですか？あれどうやって撮ってるんですか？メーカーの人に聞いてみる。ね、気になるね、めっちゃ。興味あるんですけど、自分。自分興味あるんですけど。いや、もしさ、それが本当に、実際に動いてる人がいて、うん、それに絵というか、顔をつけてるってなったら、もう誰でもいいよね、もう要するに。確かに。そうなっちゃうのかな。誰でも良くなってきちゃうよね、正直。そうなるとまた怖いな。誰でも良くないよね。誰でも良くないから、これを見てるんだよ。見てくれてか知らないけど。これもカットされてるかもしれないし。ちょっとこの話は NG で。そうなんで。これまた NG でってやるかもしれないし。おもろいな。あと2、3年でも変わってる気がするな。変わるか。今の時点で出てんだから。あと2年、3年。いやー経ってるともう変わってない。でもなんか、それを見て、いけるっていうのはちょっと楽しみではあるけど ね。面白いよね。その時代の流れを見てるから。あっさりいなくなっちゃうかもしれないし。うまくいけばそれがドワーって増えるかもしれないし。AI が主流にね、うん。なってくるかも、ね。そうなったらうちらの役割っていらなくなっちゃう。やめるか。やめるかやめるかってなっちゃうから。いや、でもどうなんだろうね。でもちょっと衝撃だったよね、普通に。知らなかったのって、うん、びっくりした。正直と思って、いやすごいわ。すごい、いろんなこと考えるよね。うん、まあでも時代に沿ってるって言ったらそうなんだけどね。時代に合わせてるんだなとは思うけど、すんごいすんごい。これ何の生き物か教えてほしい。また違うよね、さっきと。なんか鳥なんかな、なんかここまででかいと。でも鳥じゃないかな。なんかこういうくちばしの鳥じゃない。わかんない、わかんない。オウムみたいな。そんな、わかんない。こういうやつって大体、こういうくちばしのやつって大体声でかいやん。そうなんだ。オウムとかって。ギャイーっていう、ギャイーとも言わないけど。それはね、カセジュン。うん。巻き声。ジュン巻き声なんだけど。うん、ギャイーって言うから。へぇー。どうなっていくんでしょうね。わかりません。こちらにはわかりません。わかりませんよ。はい。はい。バーチャルだよって。ね、一旦切るか。いい感じに。編集してもらおう。うん。編集点ないけど。